原音エアー皆さんお久しぶりです。現音エアー久しぶりの放送です。2020年度の日本現代音楽協会の主催公演がいよいよ始まります。来る10月2日に東京コンサートラブを開催会場として大石正則さんのサクソフォンリサイタルを開催できる運びとなりました。 えー、そしてまたあこのような状況下ですので、えー、日本現代音楽協会としても新しい試みとして、えー、インターネット配信でお聴きいただくお楽しみいただくという,うチケットも販売することになりました、えー、詳しくはこの辺に情報が出ると思うんですけれども えー、日本現代音楽協会のホームページにアクセスしていけ、ま、いいただけますとそこからダイレクトで、えー、チケット購入サイトに、えー、ジャンプできるようにも設定されておりますので是非、えーえー、ご自宅にいながらにしてでもお楽しみいただけるというもちろん、えー、実際の演奏を目の当たりにしていただくということをおすすめいたしますけれども。 またそのインターネット配信につきましても、えー、ストリーム配信でまず同時に楽しむことができるということとそれから、えー、開催後しばらくの間アー,アーカイブ配信でお楽しみいただくということ両方ができますので、えー、ぜひぜひ、えー、ご利用いただければと思います、えー、演奏家と作曲家によるコラボレーションシリーズの一環としての大石正則 サクソフォンリサイタルですね10月2日19時開演東京コンサーツラボですそしてまた11月下旬から12月にかけて今年度の日本代動楽協会の音楽祭「MUSICFORTAIME2020」の開催も予定をしておりましてこちらも一部を除きまして公演の大部分を配信でもお楽しみいただけるようなフォーマットを を設定する予定ですので、えー、もうしばらく後の公式発表を楽しみにお待ちいただければと思いますでは、えー、今年度2020年度の日本現代音楽協会の主催公演で、えー、皆様とお目にかかれますことまたオンラインでお楽しみいただきますことを心待ちにしております